シンクン・アウグストゥスの業績録は、初代ローマ皇帝のアウグストゥスが、自身の人生と業績を一認証的に綴った、記念碑的な碑文。この碑文の重要性は、アウグストゥスが、ローマの人々に言った、イメージ戦略を推察することができるというところにある。実物は現存していないが、多数の断片が、現代のトルコで発見され、復元されたことで現在に伝えられている。 碑文自体も、アウグストゥス以来約100年間続いた、ユリウス・クラウディウス調節率の記念碑的な側面を持つ。トルコ、アンカラのアンキューラ記念碑本文によると、西暦14年のアウグストゥスの死の直前には、記述されていたことになっているが、おそらく何年か、前にはすでに書かれており、その後多くの改定が行われた可能性がある。アウグストゥスは碑文を掲示する。 要元老院に指示した遺言とともに、業績録を残した。原本は2本の聖堂の柱に掘り込まれ、アウグストス病の入り口に置かれたが、実物は現存していない。しかし多くの碑文のレプリカが作成され、また、ローマ帝国全域の記念碑や寺院の石に刻まれたことで、いくつかが現在まで残っている。そのうち最も重要なのは、元々のラテン語と、 ギリシャ語の翻訳で書かれ、ほとんど完全な状態で残っていたアンキューラ碑文である。これは当時の俗州ガラティアにあるローマとアウグストゥス神殿で発見された。その他にもピシディア地方のアポロニアとアンティオキアでも発見された。この三つの発見により、業績録はおおよそ復元され、現在に伝わっている。短い序文と三十五節の本文。 死後に付された四つのホイで構成されている。本文は、慣習的に四つに分類されるが、分類方法には、諸説ある。例えば、テオドールモムゼンは一説と二説を第一部と考えて、いたが、一方で一説と二説はあくまで導入であり、本文には含まないとする考え方もある。ここでは、通例通りモムゼンの説をとって一説及び二説を、第一部に含んで考える。 序文、アンキューラ記念碑の冒頭の一文には、レルムガストラムディービックガスキー、クイバスオーベムタラルームインペリオポップヤライロマニー、サビセット、インペンサームクアスインデムプブリーカムポップヤラムック、ローマンムフェキット、インスイズラムインデュバスアヒーニースピーリース、クエイスントロマエポシタエ、イグゼンプラーサバイクトム、とある。したがって、シンクン、アウグストゥスの業績録は、正式には、 それによって彼が世界をローマ市民たちの支配に従わせた神、アウグストゥスの業績と国家とローマ市民たちのために彼が成した資質である。第一部第一部はアウグストゥスの政治的な業績に関するもので彼に与えられた役職や名誉を記録している。またその一方で拒み受諾しなかった役職や特権についても同様に多く挙げられている。第二部。 第二部はアウグストゥスが市民や兵士に対して寄付した金星や土地、穀物に加え依頼した公共事業や娯楽が挙げられている。ここではこれらがすべてアウグストゥス自身の資産の中から支払われたということが強調されている。第三部第三部では軍事的功績や彼が知性家にどのようにして対外交渉を行ったかについて記録されている。 第四部最後の第四部はアウグストゥスの統治と功績へのに対するローマ人の承認書から構成されています。ホイホイは三人称で書かれており、おそらくアウグストゥス自身によって書かれたものではないと考えられている。本文全体を要約し、建築及び改修した様々な建物を挙げるとともに、アウグストゥスが地政下に行った公共事業では、 自身の資産から6億デナリウスを費やしたことが記録されている。古代の通貨をはっきりと現代の同じようなものに置き換えて考えることは不可能であるが、これに関しては後のローマ皇帝の誰よりも明らかに莫大な金額だと言える。シンクンアウグストゥスの業績録はプリンキパトゥスを確立させるためのプロパガンダ的性格を持つ。なぜなら、 ヨーフ・ガイウスユリウスカエサルの暗殺から、権力への足がかりが明白なものになった、アクティウムの海戦における勝利までの出来事を、飾り立てて述べる傾向にあるからだ。実際、アウグストゥスの性的については言及されていない。例えば、カエサルを暗殺したマルクスユニウスブルトゥスや、ガイウスカッシウスロンギヌスは単に、ヨに、フ・カエサルの暗殺者と呼ばれているのみである。また、 マルクス・アントニウスや東方の性的セクストス・ポンペイウスも同じく匿名のまま前者は党派、後者は海賊にとしか述べられていない。同様にアウグストゥスのインペリウムと度を超えたトリブヌスとしての権力についても言及していない。しばしば引用されるのは統治方法に対してアウグストゥスが公式に述べた以下の見解である。私は権威において万人に勝ろうと、 権力の点では同僚であった、政務官より優れた何かを持つことはない。アウグストゥス、シン君、アウグストゥスの業績634節この見解は、はじめから、原主制は同廃中の主席以上の何者でもない指導者のもとの、共和制の復興を推進する統治体制を踏まえているとするものだが、実際には、ローマ軍団を後ろ盾に政治を行う様子は、 神事王権を主張する絶対君主制に類似している。業績録は多くの点において実験的な経歴を持つ初代ローマ皇帝アウグストゥスのための独特なプロパガンダであった。もしこの業績録が後の歴史家によって頻繁に資料として用いられ、アウグストゥスが形作ったカテゴリーをもとに彼の統治方法を研究するという行為が彼の示唆するところであるならば業績録は 大いに成功したプロパガンダであると言えるだろう。また一方、歴史家にとっては、彼が統治方法について一認証的な説明を施しているということが、本質的に何を表すかという問いの有用性を見落とすことはできない。ありがとうございます。